クロスクリーク、リニアパークファイエットビルは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、カンバーランド郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。アメリカ合衆国国勢調査局の2010年国勢調査では、人口20万564人であり、2000年の12万1015人からは、合併などにより66%増加した。ノースカロライナ州の自治体では6番目の規模になる。 市の北西にアメリカ陸軍の基地であるフォートブラックがあることで広く知られている。ケープフェア川の流れる海岸平原地域の西部にある砂丘近くに位置している。ファイエットビルト試験は人口34万1363人を数え、州南東部では最大、州内では第5位である。ファイエットビルト試験の郊外にはホープメルズ、スプリングレイク、 レイフォード、ステッドマン及びイーストオーバーの各自治体がある。現在、ファイエットビルとなっている地域には、12000年以上に渡って、絵の、シャコリ、ワッカモー、キーオーイ及びケープフェアなど、数族インディアンが住んでいた。1720年代のヤマシー戦争や、タスカローラ戦争の武力による混乱の後、ノースカロライナ植民地の管理者は、 植民地内で唯一線が航行できる水路であるケープフェア川上流沿いの開拓を奨励した。スコットランドのアーガイル・アンドビューとキャンベルトンから移民してきたスコットランド人がクロスクリークと川に面したキャンベルトンという2つの内陸開拓地を建設した。ウィルミントンの商人は辺境の地との交易ルートを確保するためにケープフェア川沿いに町ができることを望んだ。 彼らは PD 側を使ってチャールストンに品物が運ばれることを恐れた。商人たちはクロスクリークのニューベリーから土地を購入した。キャンベルトンは解放黒人と貧しい白人が住む場所となり、その無法さで知られるようになった。アメリカ独立戦争後、戦争中にアメリカ大陸軍と共に戦い少なからぬ貢献をしたフランス軍人の英雄ラファイエット将軍の栄誉を たたえ、二つの町が統合してその名前をつけた。多くの都市がラファイエットにちなんで名付けられたが、ファイエットビルはその中でも最初のものだった。ラファイエットは1824年から1825年にアメリカ合衆国の大旅行を行った際、馬に引かせた馬車でファイエットビルに到着した。ファイエットビルの地域には、イギリス政府に忠実な、特に スコットランドハイランド地方出身の住人が多かった。しかし、多くの活動的愛国者もいた。1775年6月下旬、リバティポイント決議が出されたが、これはアメリカ独立宣言に先立つこと1年強のことだった。この決議は、自由と安全を確保するために、我々の生命と財産を犠牲にし、またその用意があると約束していた。この文書は、 この義務は我々が最も強く願望する広報の原則に基づいて、イギリスとアメリカの和解が成立するまで全力で継続されるものとし、植民地の自由に有害な人々をすべこの決議を決めた集団の組織したロバート・ローアンが最初に署名した。ロバート・ローアンは1700年代のこの地域の指導的民間人だった。ローアンは商人かつ企業家であり、 1760年代にクロスクリークに到着していた。フレンチ・インディアン戦争では士官を務め、保安官、判事及び議員として、また独立戦争では愛国者の指導者として務めた。ローアンは1775年にリバティポイント決議と呼ばれる声明書を会議した。ファイエットビル市内にあるローアン通りやローアン公園、さらに アメリカ独立戦争の娘たちの地方支部が、ローアンにちなんで名付けられた。ただし、1753年設立のローアン軍は、彼のおじである、マシューローアンにちなんだものである。スコットランドハイランド地方出身の女性、フローラ・マクドナルドは、1746年のカロデンの戦いで、ハイランドの軍隊が敗北した後、ボニー・プリンス・チャーリーを助けたことで有名になった。 ノースカロライナには約15年間住んだ。伝説では、その夫、アランを含むロイヤリストの部隊をクロスクリークで激励したとされ、この部隊は1776年にムーアズクリーク、バッシの戦いで最終的な敗北を喫死した。カンバーランド軍西部にあるセブンティファーストタウンシップはアメリカ独立戦争時のイギリス軍部隊第71不評連隊。 あるいは最初の呼び方でフレーザーズ・ハイランダーズにちなむ命名である。ファイエットビルは1780年代に黄金の10年間と呼ばれる時代があった。1789年にはアメリカ合衆国憲法を批准する会議を主催し、アメリカでも最高公立大学であるノースカロライナ大学チャペルヒル公認賞のための衆議会を開催した。議会は ファイエットビルに到着後病気になり、1789年11月10日に、高級的なシュートを選ぶ際にはローリーに敗れた。ファイエットビルがシュートだったのは1789年から1793年の間だった。1793年、ファイエットビル独立系風評連隊が結成され、現在でも儀式用部隊として活動している。 国内でも2番目に古い民兵部隊である。解放国人説教師ヘンリー・エヴァンスはこの地域でメソジストの父と呼ばれている。エヴァンスは靴職人であり免許を受けたメソジスト説教師だった。ファイエットビルの奴隷に説教を始めた時に白人からの反対にあったが、後には白人もその礼拝に参加するようになった。1796年には、 アフリカ人集会所と呼ばれた町では最初の教会を建設したものとされている。エヴァンス都市圏アメザイオン教会は彼の栄誉を称えて名付けられた。ファイエットにあった古い州庁舎は1831年の大火で多くの歴史的建造物と共に破壊された。ファイエットビルは1820年でも住民3500人に過ぎないビレッジのままだったが、カンバーランド軍は ウィルミントンのあるニューハノーバー軍に続いて、州内では2番目に人口の多い軍だった。1831年の大化は国内の歴史の中でも最悪のものと考えられたが、それでも人命は一人も失われなかった。数百件の家屋と事業所及び有名だった公共の建造物の多くが失われた。その中には昔の州庁舎も含まれた。 ファイエットビルの指導者は素早く動いて被災者を救援し町を建て直した。1832年に観光したマーケットハウスが商業と祝い事の中心になった。この建物は古い集庁舎の後に建てられた。1906年まで町の市場として機能した。奴隷制度が廃止されるまでここで奴隷が売られた。1907年までファイエットビル、町役場として機能した。 現在、市政委員会がマーケットハウスを地元の歴史博物館に転用することを検討している。ファイエットビルにあった南軍の武器庫は南北戦争中の1865年3月に北軍のウィリアム・シャーマン将軍に破壊された T1865 年3月、北軍のウィリアム・シャーマン将軍とその6万名の軍隊がファイエットビルに向けて進軍した。 この時南軍の武器庫が完全に破壊された。シャーマン軍は鋳物や面師の工場とファイエットビルオブザーバー網の事務所も破壊した。ファイエットビルがさほど遠くないところで南北戦争では最後の騎兵同士の戦闘となったモンロ交差点の戦いが行われた。1865年3月11日、ファイエットビル中心街は小戦闘の場となり、 南軍のウェードハンプトン中将とその部隊が北軍騎兵偵察隊を吸収し11名を殺し12名を捕虜にした。カンバーランド軍は第二次世界大戦後に人口が急増し1960年代は増加率が43%となってノースカロライナ州の100軍の中でも最大の数字になった。商業開発や 公害省区画の開発がファイエットビル地域の外、ホートブラッグ基地やポープ空軍基地の型にまで広がり、家屋などの建設が急ピッチで進んだ。ファイエットビルとカンバーランド軍の教育学区は1960年代初期から次第に統合の方向に進み、1970年代にはバス通学によって大規模な学区統合が進んだ。 ファイエットビル州立市販学校の学生が先頭に立った公民権運動の更新や嫉妬院によってレストランでの白人へのみのサービスや劇場での差別シートの監修が終わらせられた。政治が変化し、1960年代から1980年代初期にかけて黒人や女性がかなりの数で公職を得るようになった。新しい市のロゴを入れた用水塔。 ファイエットビル中心街の平通りベトナーム戦争の時代はファイエットビル地域でも変化の時代だった。フォートブラックから多くの部隊を送り出したわけではなかったが、1966年から1970年にかけて20万人以上の兵士が出征する前の訓練を受けた。このような大人数が入れ替わり立ち替わり動いたことの効果は劇的であり、この時代の名残が 今のファイエットビルでも見ることができる。ファイエットビルでの反戦運動は、外して戦争を支持していた市の近くに、フォートブラックがあったために、全国的な注目を浴びた。ジェーン・ホンダは市内であった反戦行事に出席するため、3度ファイエットビルを訪れた。1960年代と1970年代のこのような変化のために、ファイエットビル市は、 ファイエットナムというようなあだ名がついて、今日でも使われている。またこの時代の1970年には、陸軍軍一 FDR マクドナルドが、フォートブラックにあった自宅で妊娠中の妻と二人の娘を殺すという事件があり、全国史の見出しを飾った。ファイエットビル氏はその中心外の様々な再開発プロジェクトで、そのイメージを変える試みを行ったが、もろもろの結果を生んだ。 空挺部隊特殊任務博物館、ファイエットビル地域交通博物館、ファイエットビルリニアパーク及びファイエットビル、お祭り公園のような新設物件が2006年後半にオープンし、中心街を変えることにいくらかの光景を果たした。ファイエットビル市は今でも犯罪率が大変高い状況にある。ファイエットビルとそれを取り囲む電園部は過去10年間に 急速な発展を経験した。この成長は、ホープミルズ、レイホード及びスプリングレイクのような郊外地にまで達した。カンバーランド軍の西部は近年ファイエットビル市に併合された。2008年、ベストライフマガジンが、アメリカ合衆国国政調査局、教育統計全国センター、FBI、アメリカ博物館協会、健康統計全国センター及び、 アメリカ法律家協会のデータを使って、アメリカで子育てに適した都市ランキングの悪い方から3番目に、ファイエットビルを挙げた。ホエア・トゥリタイア氏は、ファイエットビルを退職後に住むのに適した都市の一つに挙げた。2005年、連邦議会は、基地再編閉鎖計画に従い、フォートブラックは、新しくいくつかの司令部を受け入れるものとした。 アメリカ陸軍はアトランタの国軍司令部と予備役司令部を閉鎖し、これをフォートブラックに移すことになった。この司令部の移転とこれを支える事業の移転により3万人以上が地域内に入ってくることが予測されている。国軍司令部は毎年3000億ドルの発注を行っている。2008年9月5日、ファイエットビルは軍人家族にとっての世界初の聖域を宣言した。 この宣言は、市長のトニー・シャボンヌ、軍コミッショナー議長のブリーデン、ブラックウェル、州下院議員のアーサー・バーテル淳賞、ジョン・マクドナルド大佐、州選出連邦下院議員のロビン・ヘイズなど、地元、地域及び全国レベルの要人に支持された。アーミーズ・アーミーなど、ボランティア団体を通じて、ファイエットビルの市民や事業主が軍隊と関わりを持っている。タイムマガジンは、 ファイエットビルの軍人家族支援を認め、アメリカで最も軍隊を支える町と宣言した。フォートブラックとポープ空軍基地はファイエットビル市の隣にある。アメリカ陸軍の空挺部隊がいくつかフォートブラックに駐屯しており、著名な部隊は第18空挺軍団本部第82空挺師団及びアメリカ陸軍特殊作戦コマンドである。フォートブラックには 第二次世界大戦が始まった時に野戦砲兵隊がいた。ミシシッピ川より東の陸軍の砲兵隊はすべてここに集まっており、総員は約5000人だった。兵士は陸軍の新しい小型車を試験し、それが間もなくジープと呼ばれるようになった。ただし、大砲を動かす動力の大半はまだ馬やロバだった。1940年9月12日、陸軍は 基地の拡張をはじめ、第9不評師団を連れてきた。ポープ空軍基地の任務は、アメリカ軍への空輸や、近接航空支援から、世界中に人員を運ぶものまである。ホートブラックに駐屯する空艇団の中でも、第82空艇団を空輸する任務を担っている。ポープ空軍基地の戦闘機大隊の大半は、ジョージア州、ムーディ空軍基地に配置外になった。 2011年には陸軍の管轄に代わり、ポープ陸軍航空基地と呼ばれることになる。しかしポープの主体となるのは空軍予備役隊である。第440空輸部隊がポープ陸軍航空基地任務の大半を行うことになる。2008年9月、パイエットビルはフォートブラックの敷地の85%を併合し、試公式人口は20万6人になった。 ポートブラックには今でも独自の警察、消防及び救急医療サービスがある。ファイエットビル市は新しい人口の数字を使って大規模小売業を誘致したい考えである。2016年7月3日、基地内の球場で MLB 公式戦がアトランタブレーブス対マイアミマーリンズの試合が行われた。ファイエットビルは 北緯35度04分00秒整形78度55分03秒、北緯35.06667度整形78.91750度、35.06667-78.91750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は60.0平方マイル、このうち陸地は58.8平方マイル、 水面は1.2平方マイルで、水域率は1.98%である。カンバーランド郡教育学区がファイエットビルとその周辺を管轄しており、全米で78番目に大きな教育学区となっている。ファイエットビル市内の私立学校はファイエットビルアカデミーなど11校がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2005年9月30日、ファイエットビル市が広さ27平方マイル、人口4万6000人の地域を併合した時に15ヶ月間続いた論争が終わった。影響を受ける住民や開発業者が3つの訴訟により1年間以上も併合を妨害した。しかし2005年6月の州ー訴裁判所判決で敗訴した。裁判所は異議申し立て告訴が、 最終日限を過ぎて行われたと裁定した。法律では自治体が併合条例を採択してから60日以内に異議申し立てがなされることを求めている。州最高裁判所が上告を棄却し、ファイエットビル氏がその計画を進めた。アメリカ合衆国最高裁判所への審査請求は保留となっている。ファイエットビル地域交通博物館。 ファイエットビル地域空港には、デルタ航空に接続する、アトランティックサウスイースト航空、デルタ航空地域サービス、US Airways に接続する、US Airways エ x スプレスが就航しており、毎日ノースカロライナ州シャーロットとジョージア州、アトランタに定期便があり、また、ペンシルベニア州フィラデルフィアには季節による便がある。ファイエットビル地域交通システムが、ファイエットビルと、 スプリングレーク地域の公共輸送を担当しており、バスルート10本とシャトルバスルート2本がある。中心街にはアムトラックの駅があり、アメリカ東海岸の各拠点とをつないでいる。ファイエットビル地域では FM ラジオ局15局と AM ラジオ局5局を聴取できる。ケープフェア川トレールリバティポイント1775年にリバティポイント決議に署名が行われた。 クールスプリングタバーン、1788年建設1758年に、ウェードでオールドブラフ長老派教会が設立され、ケープファー、川上流域では最古の教会になっている。その後、カンバーランド軍とその周辺に数百の礼拝所が作られてきた。カトリック、バプテスト、ペンタコスタル、メソジスト及び長老派の教会が、信徒の多い会派である。 ブラフ長老派協会はそのウェブサイトにオールドブラフ長老派協会の詳細な歴史を載せている。毎年9月第4日曜日はオールドブラフ再開の日であり一般に公開されている。またファイエットビルにはセントパトリックカトリック教会もある。これはノースカロライナ州では最古のカトリック教会である。フランス、サンタボルド。ありがとうございます。